映写用意スタート。皆さん大変お待たせいたしました。こちらは富士山麓、ついに世紀の夢が実現しました。まもなく第1回怪獣オリンピック世界チャンピオン決定戦が開かれようとしております。準備もなかなか大変でありまして、なんといってもオール怪獣ばかり。場外に備えまして万全の対策も着々と進んでおります。さて一方、朝霧高原の方角、まだ選手の姿は見えません。あ、参りました。最初にやってきましたのはゴジラ、そしてアンギラス、続いてゴロザウルス、そしてマンダ、あ、バランが空から堂々の入場です。ラドンが続きます。これで6匹の怪獣が揃いましたが、次なる怪獣は、さて、あ、これはクモンガです。モスラが入場します。ゴジラ早くも闘志を燃やしております。バラン、そしてクモンガも、あ、大変です、これはハプニング。宇宙の暴れん坊キングギドラがやってきました。これは大変なことになりました。怪獣オリンピックは大荒れ模様、どんなことになりますか。これは全くのハプニングであります。キングギドラ、ただいま会場の真っ只中に着陸しました。おい、どうするゴジラ。仕方がない、やっちまおう。アンギラスはむしゃぶり。これはすごいことになりました。地球チームは一斉にダッシュしました。ゴロザウルス仕掛けましたが一発でやられました。お聞きください、この声、この戦い、ありとあらゆる怪獣が入り乱れて、この超ド級キングギドラと戦っております。アンギラスが噛みついた。ギドラ舞い上がりました。アンギラス、すっぽんのように食いついて離れません。ギドラ、3つの首で必死に振りほどきます。アンギラスが離された。地上に落下。ギドラ、アンギラスの上に仁王立ち。アンギラス、頑張っています。しかし、へばりました。次なる敵に目指してギドラがやってくる。地球軍戦。あ、モスラが得意の糸を吹いた。クモンガもやった。キングギドラ、目が見えない。ゴジラ火を吹いて一挙にダッシュ。殴りつけると同時にゴロザウルス後ろからジャンプキック。ギドラどっと倒れた。怪獣たちチャンス。寄ってたかってギドラを踏みつけます。しかし何せ3つの首を持ったギドラ、生きている首が最後の抵抗を試みます。ゴジラ首を持って叩きつけた。さすがのギドラもうダメか。ギドラ尻尾を痙攣させます。ギドラもう断末魔ダメ。地球怪獣チームうなり声を上げます。お聞きください、この勝ちどきの声。ものすごい地上最大の激闘でした。これで現場からの中継を終わります。